どうしても仕事があって、夕飯までには何とか帰れる。うちはそういうのいいんじゃないかな。パパもいないし。今頃どこで何してるんだろう。サスケさん帰ってきたんじゃないの。今日は親子の日だぜ。なんだそれは。一緒じゃないのか。おお、楽しんでる頃だってばさ。サラダと一緒に楽しんだらいいんじゃねえの。ええ。父さん、術会得したんだ。帰ってきてたの？いつ？ついさっきだ。その一行ってみるか。いいの？でもパパが思わなかった。待ってな、寄ってみたんだ。あ、そうなんだ。買って、ねえ買って買って。仕方ないな。やろうか。え？お前も食べたいんだろ。別に。この色押し、メガネと服と同じ色だ。あ、好きなんだろ。トマトはどうだ。いらないって。クラーマー。ねえパパ、このお店は？ん？何？おんぶだ。目についたもんだから。だ、かわいそうなパパの姿が。せいか、不愛想に磨きがかかってるというか、お前の動術もまだ全然見抜けないみたいだね。娘とイチャイチャ仲良くなれる極意を知りたくないか。よしよしよし。そういえばアカデミーで娘が世話になったそうだな。優秀だ。進もうとしているのは決して楽な道でほしい。父親としてか。悪い虫だって。私も言い過ぎた。俺がナルトを呼ぶとき、ウスラトンカチって呼ぶだろ。お呼んでみろ。ピーナッツ。ないんだけど。今日一回も私の名前呼んでないよね。もう忘れちゃったとか。必ず胸キュンさせる技を教えてやる。で、子猫みたいに甘えてくるんだ。今日のパパ、うざいよ。パパって、私のこと全然分かってないみたい。あ？こと。え？親子の日なんだし、サラダから素直に言えばいいんじゃねえか。で、サラダと楽しく過ごしたいと思ってんじゃね？はいね。やっぱり親子だね、君たち。そせ、川に投げる。いや、川に投げるべきはカカシ、あんただな。どう？ふさわしい人が来たんじゃない？うん、帰ってきてるって連絡があって。家族が揃うのも久しぶりだし、憧れが他の子より強いんだと思う。でもね、ダメなところをちょっと見ただけで幻滅しちゃう。あげればいいんだと思う。具体的にはどうしたらいい？それはよ。そうそう、サラダね、将来はほかげになりたいんだって。ち、俺だって。サスケ、そろそろ帰ろう。新しい手裏剣術、嘘つき。あ、いって。許せサスケ、また今度だ。ああ、もう
木陰になりたいんだってな。何？え、初耳なんだけど。話したのは数人だけだ。俺には歪みを正してくれる友がいた。道を示してくれるあいつが、そうだと思った方向に突き進むだけのただのうすらトンカチだ。見ているお前なら俺のように道を誤ることもないだろう。諦めるなよ。か言わないでよね。おい、命中したのはお前の手裏剣だ。さすが俺の子だ。いや、これはまだ取っておこう。何？少し付き合ってよ。さくらが待ってるだろ。あ、そうだね。また今度だ。ボルト、よして損したぜ。うまくやってんじゃん。今日はまだ終わってないよ。は？目と一緒にやりたいことがあるならちゃんと言った方がいい。俺何悩んでたんだろうな。お前には偉そうに言っちま。ただいま。おう。お前のことほったらかしてよ。別によくわかんねえし。なんだよこれ。開けてみろ。あ、まだ親子の日だよな。俺に修行つけてくれよ。親子の日。